こんにちは、ライムです。今回はファイナルファンタジーブレイブエクスビアスのガチャ始まりましたね。始まったんでコラボ、これがね、昨日かな、昨日解説動画等もアップしましたが、今回はついにガチャということで、まあもちろんね、僕FBE の方の、動画の配信等もしていますので、両方ね、FFRK と FFB を両方プレイしてるってことで、まあ、テンションね、めっちゃ上がってるんですよ。まあ、ただちょっとね、動画撮るの遅くなっちゃったんだけど、まあ、気持ちとしてはもう3時の時点で気持ちは引いていたので、気持ちガチャはしてた。はい。ということで、行ってきます。行ってきますっていうか、行きましょう。一緒に引こう。はい。で、これね、このガチャなんですけど、まあ、コラボということもあってですね、2回まで25個の石で回すことができると、結構太っ腹な感じなので、思ったより回せそうだね。まあ、コラボガチャはもうずっとこれでいいんじゃないかなって気がする。解説動画でも言ったんだけど、次回の復刻いつかわかんないし、この機会にがっつり引いておかないと装備揃わないので、で、あと、なんだろう。だからそういうのもあって、引く人がね、多分、普通のガチャより少ないかもしれないっていうところ、そういう配慮もあるだろうし、あと新規勢かな。新規勢の取り込みっていう意味で、そう、FFB から流れてきた人の、まあ、ためにっていう意味合いでも、おそらくこういった措置にしてるんでしょうけど、これで正解だと思う、普通に。これで50個だったら高いもんね、普通に。これ25個、しかも2回できるっていうのはかなりいいよね。うん。だから、いいと思いますというわけで早速行きましょう。ガチャ行こう。で、性能はもう前回の解説動画で散々語ったんで、今回はもう何も語らず行くぜ。何も語らず純粋なガチャ動画を楽しむぜ。行くぜ。まあ欲しいのって言ったら、まあやっぱりラスウェルレインのシンクロだよね。シンクロ、あ、で今回そうこのガチャね、何かが出た。多分これはラスウェル。多分ラス。そう、このガチャね、星号が一つも入ってないんですよ。はい、運外装填。斬鉄剣だね、斬鉄剣。あ、覚醒だ。オッケー。覚醒とシンクロ出たらね、セットで出たらもう最高。ベリーグッド。だから、そう。で、そうなんだよ。星5が入ってないから、そう、いいんだよ。全部星6っていうガチャなので、激アツ。うーわ、やべえ。ボックス整理してくるの忘れちゃった。ちょっとボックス整理タイム入ってきます。はい、帰ってきました。ということで、続いていきましょうか。22連目ね、いきましょう。とりあえずラスウェルのシンクロ出たのは、まあ、幸先はいいんじゃないかな。あともうラスウェルのシンクロが出てくれればって感じ。で、今回シンクロ3つ入ってるんで、モーグリンがね、止まる率結構高いから、画面停止率高いって、おー、いいね。で、こっからスキップして止まるかどうか、モーグが出てくるかどうか。行くぜ、スキップするぜ、行くぜ。えい！止まらない。カッパエビセン。止まらないね。これは、まあ多分、フィーナとレインだろうね。これはカッパエビセン食らったわ。止まれよ。止まりたまえ。あ、レインの覚醒だ。レインの覚醒。グラウンドラバー。で、フィーナの超絶だね。ブレイブモードだ。あ、待機時間短縮して、ブレイブモードでも待機時間短縮するっていうやつだね。裏でちょっと似てるやつ。はい。まあ、22連なんでね。で、覚醒2つはまあって感じ。で、こっからですよ。勝負はここから。ここの後4。まあ、言っても44連だと思うんだけど、こっからですよ。こっからだよね。まあ。25個。まあ、実質石5、10連、11連分で、覚醒2つ、超絶1つってのはもうかなりいい方だと思う。さあ、どうだ？これある。これもうカッペイビセンやめてよ。行くぜ、スキップするぜ。行くぜ、この後どこなんだ。止まれ、誰来い。え、は？止まんない？なぜにー。さっき出た、斬鉄剣。さあ、どうだ？
そりゃないんじゃないの、マジで。でなんだこれ、ラスウェルの奥義。まあ奥義はまあ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 奥義もまあね、まあまあ、ただ覚醒シンクロって奥義分のゲージあるかっつったら微妙だよね、正直微妙だし、そこまでやるんだったらもう普通に攻撃した方が強そうっていう最近のなんか風潮的なところあるよね。まあいいでしょう、まあいいでしょう、本当にゲージが終わった時にあのラストにぶち込んでぶち殺すみたいな、まあ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 いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。さあシンクロゼロか、33連でシンクロゼロ、これはちょっとでも考えてなかったな。もうほらシンクロ3つ入ってるから、なんか割と出るっしょっていう気持ちでいたんで、全然止まんないじゃん、もう全然カッパエビセン止まれ止まれ止まれ、止まってくれよマジで、止まってくれ、行くぜ行くぜ、スキップ、えい、お、来た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 、止まった止まった止まった、やったやったか、お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 、あ、一つ、一つか、一つかい、一つかい。これ、これレインだな。これ多分レイン、多分レイン、多分レイン。また ?3 本目、覚醒レイン3本目。さあ、どっち、どっち、どっち。これは、これは、これは、これどっち?どっちの刀だ?か、どっちの刀っていうか、試練。あ、やった、試練だ。試練だ。だよね、そう刀試練だよね、試練やったー。ちょっとパッと見刀っぽくないから、うん、どっちってなっちゃった。そうだよね、やったーやったーやったやったぜ。これで覚醒ともうシンクロ出たんで、もう最低限はもう爆死っていうことはもうない、爆死ではない、もう完全にいい引き、いい引きで。そうなんだよね、ただラスウェルと今回のレインは星5がないって、ガチャマテがないですよ。そう、星5がないってことは、つまり、開幕まといのガチャマテもないってことなんですよ。なので、まとえる手段が、覚醒と、あと星6宣言もあるんだけど、そう、ガチャマテの開幕まといっていうのもないんだよね。だから、まあ、その辺は、なんだろう、まあ、どっちにしろ、最近のコーナーでも火力出せるのって、結局必殺技使ってからなんで、そんなに関係ないっちゃ関係ないんだけどね。結局バルファーレも開幕まといは正直そんなにって感じだったよね、うん、結局必殺技使ってからもう一気に削り出すみたいな形なんで、まあ、これはこれで別にいいのかなっていう。あ、一方でレインのあれか、星6戦技は当たってんのか、なるほどね。じゃあだからあともうレインはシンクロ、レインのシンクロ出して、あとラスウェルの星6戦技出せばもうバンバン剤でもう終われる。フィーナはもう別に大丈夫かなって最悪ね、最悪最悪。 もちろん気持ちはコンプだよ、気持ちはもうこの残りの22連でコンプっていう気持ちはあるんだけど、最悪ね、最悪もうレインのシンクロ、あ、一つ一つ。さあスキップいくぜ、スキップいくぜ。さあどうだ、うん、もう、あ、レインの服だこれ、多分超絶かな、レイン超絶だな、多分これ、多分そうでしょう、知ってるもん、奥義だったのごめん全然知ってなかった全然奥義だったわ全然知ってなかったわ。あ、奥義だね、奥義奥義奥義、レインの匂いがする奥義。まあ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 、でもここまでシンクロ以外のレインは揃ってんだよね。つまり超絶はまあスルーしてもいいとして、ですな、ですな、ラストラストラスト、もうこれでレインのシンクロ出たらもうほぼ全部揃うし、まあ、ラスベルはもうね、最悪もう、星6宣言も出なくても、もう、ここで完成してるんで、全然いいと思う。シンクロと覚醒だけでもう全然トップクラスのアタッカーとして活躍できると思う。全然バルファーレもいけるし、うん。あー、一つか。でも、すべてのガチャ全部ミラボって気持ちいいね。さあ、行くよ。スキップするよ。ドバネ。あー、ラスベル。ラスベルの星6宣言だ。あ、
いいんだ。これ鍋だ、鍋。そう、ラスウェルね、FFB の、これ原作知らない人、結構びっくりすると思うんですけど、え、鍋ってなると思うんですけど、ラスウェル結構、お料理キャラなんですよ。FF15 でいうイグニスみたいな立ち位置なんで。ほら、前回の解説動画でも言った通り、FFB って基本このレイン、ラスウェル、フィーナの3人で、まあ、プラス他にも仲間キャラいるんですけど、旅する。ね。いろんな世界旅するっていうね、話なので、そう。ラスウェルは料理ができる。そんな中で、やったラスウェルが、揃ったね、星6戦技の待機一旦なし、重式。やったやった。で、フィーナに関しては、もはや超絶しか出なかったけど、あー、でもラスウェルじゃねえ、ごめん、レインだ。レインのシンクロ出なかったか。これがね、炎と地属性両方対応で、バフデバフついてるっていうね、器用な、シンクロなんで、ちょっと持ち物画面で見るか。今回、僕が何を引いたか、引けたかっていう。こんな感じですね。とりあえず、ここからかな。はい。斬鉄剣から。斬鉄剣。まあ、覚醒これが2つ出たのかな。2つ出てて、レインの覚醒、エクスカリバー、ガイデンが3つ、3本出ました。3本出て、で、ラスウェルのシンクロ。これ、シデンは、ラスウェルの愛用する刀ですね。で、この鍋。ラスウェルの中華鍋。ガイデン。これ分類刀っていうのが、なかなか自由あるけど。はい。これ、ラスウェルの中華鍋が出ました。だから、ラスウェルがもう、シンクロ覚醒、補助戦。まあ、超絶はまあ、いいとして。十分。全然いいよ、これ。で、防具の方としては、これかな？フィーナの。純真の髪飾り。これ、FFB で結構強いんだよね、この純真の髪飾り。全状態以上無効っていう。まあ、FF 的にはリボン的な効果だ。リボン的な頭装備なんだけど、これ強いんですよ。原作の方だと。はい。まあ、超絶だけだと、まあ、フィーナ使わないな。まあ、まず倉庫版決定ですか。ラスウェルの服。はい。こちらが、奥義だ。で、チョコボアーマー。これ、あれなんだよね。FFB の方だ。風耐性プラス 50% つくんだよね。で、こちらが星6戦技だね。大きい大きいって。まあ、覚醒と戦技、シンクロはないものの、まあ、炎地対応できるっていうところを考えると、まあ、まだ、開幕までもないからな。3段階までは、まあ、覚醒、レインの覚醒も確か1段階だよね。重式2段階ではなかった気がする。ツインエレメントモード1だよね。そうだよね。シンクロのやつは、ツインエレメントモード3だった気がする。そうだよね。なるほどね。だから、今僕のこの装備だとレインは2段階までしかまとえないってことだ。だからタイミング考えないと、てか、ちょっとマセキ6だときついんじゃないか。星6マセキだと、パフっていうか、まとい話2回来るからね、来る敵によっては。それ考えるとちょっとあれだな、やっぱり。レインってシンクロまで当てないとちょっと運用厳しい感あるかもな。やっぱ開幕まとめがないとこういうところでちょっと、厳しさ出てくるのか。なるほど。はい。まあ、ちょっと考えましょう。とりあえず、結果、僕は、何連したんだ。何連した分、66かな。うん。66か77、どっちかだと思うんだけど、こっちに興奮しすぎちゃって、カッパエビ戦発動しまくっちゃって、何回したか忘れたけど。未来の僕はきっと何連か書いてくれることでしょう。まあそんな感じでした。皆さんの引きはどうでしたかね。とりあえず僕のね、参考。まあ皆さんにとってこれが、果たしてライムいい引きしてんな、もしくはライム爆死してんなってどっちか思うかわからないけど、とりあえず、まあ、個人的には良かったんじゃないかなって気がしてます。まあ、そんな感じで、まあ次はちょっと使ってみた動画もね、アップしたいと思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方、ぜひチャンネル登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。